問題1問題1では、まず質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、一番いいものを一つ選んでください。では、練習しましょう。 1一番。男の人と女の人が話しています。男の人は、なんで美術館へ行きますか美術館に行きたいんですけど、なんで行くのが便利ですか車で行けば10分ですよ。そうですか。電車かバスでも行けますかうーん、行けますけど、時間がかかりますよ。 自転車は持っていますかはい。じゃあ、自転車の方が便利ですよ。そうですか。わかりました。じゃあ、そうします。男の人は、なんで美術館へ行きますか 2番 2> 男の学生と女の学生が話しています。男の学生は何を買いますか来週、佐藤さんの誕生日だね。もうプレゼント買ったうん。カバン買った。そうか。僕はまだ決められなくて困っているんだ。そう。じゃあ、カップはどう佐藤さん。 コーヒーヒが好きでよく飲んでいるようんでもカップはもうたくさん持っているかもしれないなじゃあタオルはどうよくスポーツをしているからそうだねじゃあそうしようありがとう男の学生は何を買いますか 3番男の人と女の人が話しています女の人はチケットを何枚予約しますか来月のコンサートのチケットを予約してくれるうんいいよ何枚僕たち2人と友達4人じゃあ6枚ねあそうだごめん一人都合が悪くなったから 5人だ。あそう分かったありがとうじゃあお願い女の人はチケットを何枚予約しますか 4番女の人と男の人が写真について話しています女の人はどの写真を送りますか国の両親に写真を送りたいんだけどどれがいいと思うこの海の写真は顔が小さくてよく見えないねうんじゃあダメだねこの山の写真はどう うん、これいいね。じゃあ、これ1枚。もう1枚は、この私の部屋の写真は部屋があまりきれいじゃないからやめた方がいいよ。それより、大学の前で撮った写真がいいよ。そうだね。この2枚にしよう。女の人は どの写真を送りますか5<番>男の留学生と女の人が話しています。男の留学生は何を持っていきますか 友達が怪我をして入院しているんです。お見舞いに行きたいんですが、日本では何を持って行きますかそうですね。よく花や果物を持っていきます。病院では時間がたくさんあるから、本もいいと思いますよ。ああ、いいですね。本読むのが好きだから、そうします。ああ、それから若い人なら、 音楽の CD もいいいと思いますよ。うーんでも音楽はあまり聞きませんから男の留学生は何を持っていきますか 6番会社で男の人と女の人が話しています女の人は今日この後何をしますかちょっといいはい今部長から電話があって資料のコピーを頼まれたんだお願いしてもいいわかりました明日の会議の資料ですねうんそれから 会議室の準備だけど椅子を並べといてくれるはいでも会議室は今、使っていますそうかじゃあそれは明日だね「女の人は今日、このあとをしますか?」。 7番教室で先生が話しています学生は明日何時にどこに集まらなければなりませんかえーこれから明日のバス旅行について連絡します明日は朝8時半までに来てくださいいつもは9時からですが30分早いので 間違えないでくださいね学校の体育館の前に集まってくださいいいですか教室じゃなくて体育館の前ですよ学生は明日何時にどこに集まらなければなりませんか 8番、図書館で男の人と係の人が話しています。男の人はこの後どのボタンを押しますかすみません。ちょっとコピーの仕方を教えてもらえませんか青いボタンを押したんですが字が小さくなってしまったんです。字を大きくするなら赤いボタンを押してください。 はいそれからもう少し濃くしたいんですじゃあ黄色いボタンを押してください薄くするときは白いボタンですそうですかどうもありがとうございます男の人はこのあとどのボタンを押しますか 問題2問題2では、まず質問を聞いてください。その後、問題用紙を見てください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、一番いいものを一つ選んでください。 一番。女の人と男の人が話しています。女の人は、どうして引っ越しをしますか来週の日曜日、引っ越しを手伝ってくれないいいけど、また引っ越すんだね。部屋が狭いのううん。部屋の大きさも場所も問題ないんだけど、建物が古くて嫌なんだ。 最近近所の人と友達になったから残念なんだけど。そうなんだ。女の人はどうして引っ越しをしますか 2番大学で女の学生が男の学生と話しています女の学生はいつ男の学生に相談しますか先輩相談したいことがあるんですが今いいですかごめん今から授業があるんだそうですかじゃあ 今日の夕方はどうですか？6時から約束があるけど、4時ごろなら大丈夫だよ。4時ですね。あ、明日の昼でもいいよ。すみません。明日は用事があるんです。そう。じゃあやっぱり今日にしよう。はい、お願いします。じゃあ、教室で待っています。 女の学生はいつ男の学生に相談しますか3番学校で男の先生と女の留学生が話しています 女の留学生は、どうしてアルバイトがしたいですかもうすぐ冬休みですね。どこかへ旅行に行きますかいいえ、冬休みはデパートでアルバイトをするつもりです。あ、そうですか。日本人の働き方が知りたいんです。いい経験になりますね。 日本語も上手になると思いますよ「女の留学生はどうしてアルバイトがしたいですか?」4番。 天気予報を聞いています。何曜日に一日中雨が降ると言っていますか東京の月曜日から一週間の天気予報です。月曜日と火曜日は晴れるでしょう。水曜日は午前中は晴れますが、 午後から曇って夜には雨になるでしょう木曜日は一日ずっと雨になるでしょう金曜日と土日は晴れていい天気になるでしょう何曜日に一日中雨が降ると言っていますか 5番女の人と男の人が話しています男の人は最近どのぐらい本を読んでいますか男の人です山田さんはよく本を読みますかうーん子供の時は月に10冊以上読んでいましたが最近は全然読んでいませんね そうですか。ええ。仕事が忙しいんです。田中さんはどうですか最近は、専門の本を月に3冊ぐらい読んでいます。そうですか。私も月に1冊ぐらいは読みたいんですが。男の人は最近、 どのぐらい本を読んでいますか6番男の学生と女の学生が話しています女の学生は子供の時 何になりたかったですか女の学生です。田中さんは将来どんな仕事がしたいですか将来は小学校の先生になりたいです。先生ですか。子供の時からですか子供の時はピアニストになりたかったんです。音楽が好きだったんですね。私は子供の時、 警察官になるのが夢でした警察官ですかでも最近は看護師になりたいんですへえそうなんですか女の学生は子どもの時何になりたかったですか 7番港で船の案内を聞いています。次の船は何時に出発しますか。皆様、もうすぐ次の船が出発します。船は近くの島を30分で回ります。 海からの美しい景色を楽しむことができます。出発は10時20分の予定です。出発まで10分です。チケットは船の中で買うことができます。皆様乗ってみませんか次の船は何時に出発しますか ここで、ちょっと休みましょう。 では、また続けます。問題3。問題3では、絵を見ながら質問を聞いてください。矢印の人は何と言いますか ?1 から3の中から、一番いいものを一つ選んでください。 1番、1> お土産を買いました。先輩にあげます。何と言いますか ?1、1> これ、お土産です。どうぞ。2>, 2、お土産、いただきます。3、お土産を買っておきます。 2番明日2人で映画に行きたいです何と言いますか1明日映画に誘いましょう 2, 2明日映画を見に行きませんか3明日映画に行きたいそうですよ 3番、黒板の字が小さくて読めません。先生に何と言いますか ?1、1> すいません、よく見えません。2>, 2、すいません、読んでもいいですか ?3、すいません、書きましょうか 4番「先生に今相談したいです」何と言いますか?「1」「あのいつでしょうか?」「2」「ちょっとよろしいでしょうか?」「3」「相談してくださいませんか?」 5番、友達のペンを借りたいです。何と言いますか ?1、ペン貸してもらえる ?2、2> ペン取ってあげる 3>, ?3、ペン使ってくれる 問題4問題4では絵などがありません。まず文を聞いてください。それからその返事を聞いて1から3の中から一番いいものを一つ選んでください。1番 どこに行くんですかいってらっしゃい。2> 2ちょっと食事に行ってきます。気をつけてください。2> 2番ねえ。 京都、行ったことある ?1、1> 行かなかったよ。2>, 2、そう、行ったんだ。3、うん、一回あるよ。3番 どうして昨日授業を休んだんですか 1, ?1 休むかもしれません 2, 2風邪をひいてしまいました3ゆっくり休んでください 4番、夏休みに国へ帰ったら何をしますか ?1、友達に会うつもりです。<S 2, 2、母に会いました。3、来月にします。 5番学校を休むときは電話してください。いつ休むんですか 2> 2はい、連絡します。3, 3電話を待っています。 6番、あのー、その本を取ってくれませんか ?1、ありがとう。2、もらいましたよ。3、え、どれですか 7番、ジョンさん、日本語が話せますか ?1、1> 勉強してください。2、わかりました。3>, 3、少しならできます。 8番、あ、田中さん、黒板を消しといてくれませんか ?1、はい、すぐにやります。2>, 2、綺麗になりましたね。3、3> ここに置きましょう。 これで、懲戒試験を終わります。